はい、どうも、ご侍です。戦場をかけるメタルギアソリッド初月平実況続きでございます。ということで、今回はね、メイン任務、行きましょうか。よし、シャワーを浴びて。まあ、なんで雨が降るんですかね。まあ、いいや。はい、ということで任務いきましょうか。メイン任務です、今日は。そろそろ終わらせましょうか。ということで、移動までカットでーす。エピソード30、民族浄化。スカルフェイスですか。なるほど。夜。さあ、行くぞ、お前ら。はい。スカルフェイスはそこに格納されているサヘラントロプスをアフガンへ投入する。核を使う可能性もある。もしスカルフェイスには聞きたいことが山ほどある。奴と接触したらまず情報を聞き出せ。民族浄化中、サヘラントロプス。奴の計画を暴け。さあ、行こうか。今までの鬱憤を、無念を晴らす時が来た。さあ、行こうか。まずはだ。この一帯のソ連兵は全滅した。はい。XOF がロシア語株を撒いた。ああ、そういうことね。奴らは事前に化学兵器漏出の情報を流し、兵士を隔絶させていた。感染が拡大することはないだろう。それにしても、今まで強制していたソ連軍を始末にかかる。本当だよな。本当だよ、誰もいねえ。ものの見事にいないもんな。なんか拾えるものがあったら拾っておこうか、どん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 。で、俺は今どこにいんの？目標はここだろ？あ、もういるわ、この中に。まあ、今までいろんなことがあったけどさ。いたじゃん、だって。じゃあ黙って、頼む。
者を持った範囲近くまでが一緒に範囲を作っている。アナウンスはコンプリート。アナウンスはコンプリート。スカルフェイスは近いぞ。近いんだけど、なかなかこうね、難しいんだよね。そっか。こちら CB 了解。直ちに敵スナイパーを捕捉。反撃せよ。アウト。できるかな？なかなか無茶するね。なかなかにめんどくさいね。間違いない。XOF。サイファーの隠密部隊だ。今はスカルフェイスの位置で動いている。アナリシス、コンプリート。よし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 、いいぞ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 。チェックポイント。しかしなかなかだね。一旦チェックポイントさえ通っちゃえばあとは楽だから。慎重かつ大胆に。おっと、いたね。
寝てくんねえかな。さあどうするか。ここなんだよな。戦闘ヘリがねえあるから。炙り出せるかな。まずい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 。受け取った。あとは任せろ。あの戦闘ヘリどうすかなんだよな。ヘルメットか。いい具合に寝てくんねえかな。まず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 。まずまずまず。
Please select a strike point. Strike requested. もうしまずやっていこう。よし、第二ゲートを突破。なんとかね。回収も忘れずに。回収できない。よし。
飛んだ。急げ急げ、回収できる人間は回収しよう。当たらん。この上か。逃げる。はいはい。間に合った？わかんないけど。うわあ、超能力少年。なるほど、お前もなくしたな。そしてなくしたものの痛みにうなされる。うん。その痛みを憎しみで緩和しようとする。うん。しかしその痛みは消えない。それなのに人は。どうだ、見にくいか。お前も鬼だな。もはや人間には戻れない。お前も私も逃げも隠れもできはしない。いいだろう、私の鬼を見せてやる。鬼血だらけやん。ついていけばいいんだな。今は奴に合わせるしかない。いざという時はこちらにも戦う準備がある。はいはい。それが奴への抑止力となる。うん。戦争に持ち込むのは本意ではないはずだ。
まあそうだろうけど。ナバホの老人に何を聞いた？それはサイファーが導き出した一つの会に過ぎない。私の意思とは違う。ラングラーの時から君を知っている。CIA。私は昔から君の裏側にいた。1964年ソ連領内、フォックスの初仕事の時、スネークイーター作戦。私が脱ぐことになっていた。だが君は仕事を立派に成し遂げた。3だね、メタルギアスリーと3を参照してください。情報はちょっとした金になった。あれで私たちの未来は決められてしまったようだ。今ここでお前にロケランぶっ放してもいいんだぞ。調査は私にある考えを話した。うん。ワシントンは金の使い方を知らない。だからあの金は帳簿を分けたいと。調査はそれを使ってアメリカの裏側に支えのような組織を作りたいと。なるほど。サイファー、君も知る通りな。うん。あれは彼にとって友人の友らい。いや、幸福だった。世界への、とりわけアメリカに対して。そこで少佐が求めたのは情報で言葉で無意識を統制するシステムだった。なるほど。そもそもなんでお前はそういう顔になったんだ？あ、見れるんだ。鼻の穴。これ目と目が合う瞬間だね。アメリカ、そして世界を一つにする。少佐はそれが友人の意思だと。だが少佐は彼女の望みなどは分かってない。うん。彼が歩くより、いや生まれるよりも前から彼の母語は英語だから。まあな。言葉をなくす痛みをまだ知らないのだ。まだな。まだ少佐に彼女の意思は分からない。私とは違う。私は小さな村で生まれた。うん。幼い頃、外国の兵隊たちが私の村を奪った。大人から引き離され、彼らの言葉を植え込まれた。うん。戦争が変わるごとに支配者は変わり、その度に違う言葉をしゃべらされた。うん。言葉とは奇妙だね。言葉が変わると私も変わった。まあ英語で喋る俺と日本語で喋る俺とね。まあ俺スペイン語とかは喋れないけど、喋れんのは英語と日本語ぐらいで。私は言葉に支配され、言葉は私の中に寄生した。ある思想家は言った。人は国に住むのではない、国語に住む。国語こそが
我々の祖国、私の祖国、私の真実は奪われたなら、私に過去はなくなった。あるのは未来だけだった。幸福という未来、人の言葉に寄生する者たちへの報復だ。その方法は調査に学んだ。そして私は分かった。彼こそが報復すべき相手だったのだ。ゼロか。彼が人々を支配するために選んだ。多分少佐、ここでの少佐って多分ゼロなんじゃないかな。言葉のコード、空間を行き交う情報のコード、時間に連なる遺伝子のコード、それらを制御してサイファーは、ゼロは世界を一つにしようとしているのだ。コードは人々の頭に入り込み、内側から吸い尽くし、次のホストへ伝染する。世界に寄生しているのはそう、ゼロの方なのだ。彼は人々をさらに蝕んでいく。私がこの世界に生まれた自由を殺し、私の歩んできた、これ突っ込んで事故になんねえかな。私の進むべき道を殺す。私たちはその時代に殺されたまま生かされる。そして世界はゼロになる。サイファーのコードが世界を支配しようとしている。支配できると。それらコードの元となる母語こそが英語なのだ。もう言葉は肉となった。私の最後の話だ。英語を教えてやる。英語株が2本。生態中の英語株だ。これで私は英語を殺す。私は世界に救う英語を駆除する。全ての民族は息吹を取り戻し、現在過去未来を勝ち取るだろう。それやってみろ。もうおしまいだぞ。民族を解き放つ民族解放中なのだ。世界はありのままでいい。英語という共通言語を失えば世界は分裂するだろう。そして世界は自由になる。だが人々は苦しむはずだ。現実、世界には新しい言葉が必要となる。それがメタルギアだ。拡散した核が国と国を隔たりなくイコールで結ぶ。平等にな。他には何も言葉はいらない。あらゆる勢力は互いを認め合うしかなくなる。人々は自らの痛みを飲み込んで失われた手を互いにつなぐのだ。世界は一つになる。そのための戦争は平和である。ここはちょっと音楽がね、まあちょっと音楽があるからちょっとここは喋り続けるけど、果たしてこれが解放民運動解放になるのかって言ったらならないと思うんだよね。どういうことかっていうと、世界のその共通言語っていうのは英語なわけで、その英語を潰すということは、あの、確かに解放されるけど、何もかも滅ぶぞ。まあ、それが目的なんだろうけど、本当に運転荒いな、こいつ。あの、この場面でも、曲は流れてるんだけど双眼鏡を見れるっていう、この、いやー、どうなんだろうな。果たしてどうなるか。何もできない。双眼鏡を覗くことしかできないもんな。いやー、ここまで来たけど、次回第1部、いや、もしかしたらメタルギアソリッド5最終回かもしれません。
でもここまで来てると気づいたことがあるんだけど、サヘラントロプスはどこ行ったの？世界がサヘラントロプスを知るとき、はい、終末時計の針はゼロを踏み越えて動き出すんだ。確か今終末時計って何秒だったっけかな。今サヘラントロプスがその偉大なる第一歩、この大地に踏み打つ。それは言葉を蹂躙された全ての民族の独立を知らせる鐘なの。さあどうかな。うわ懐かしいな。パートいつ以来だったっけ。ここだ。はい、知ってます。なんかデスクリムゾンみたいな感じだな。銃はしまっといた方がいいよ。アラモを忘れるな。アラモ？動きますよ。私たちだけじゃない、ここにももう一人。もう一人？鬼がいる。鬼？お前への報復心だけがあの男を動かす。ああ。時代は常に人の報復心で動かされているのだ。そういえば一人いたな、一人。お前が私に生かされているようにな。あの男もお前のために生きている。見せてくれ。あの炎の男とその後ろの超能力少年。さあどうする。大体ここで多分 To be continued になるんじゃない？ん？違う。固まった？燃え尽き症候群？いや違う、向いた方向が違う。下がった？ん？どういうこと？スカルフェイスも想定外。絶対効かねえって。今俺に言ってる場合じゃないだろ。ほら見るやんこっちゃない。
To be continued. はい。まあいいや、 D で別に。ということで、次回、最終回かもしれません。一旦お家に帰ります。すごい顔が疲れてる。そりゃそうだよな、こんだけ打たれてんだもん。果たして次の任務は、まあ分かるんですけど、次回対決サヘアントロプス行きましょう。ということです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。概要欄に他の実況リストも載ってます。チェックよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。